松島ふみなの新企画、日の当たる場所で日本をもっと元気にするぞ。記念すべき1回目は新橋亀亭。店の中央には炭火と囲炉裏、壁には数々の美術品がある、しっとりと落ち着いた隠れ家的なお店です。食レポ中にご飯を注文すると、ご飯が進みます。このおでんライスセットでございます。だそうです。ライスセットですか。しゃもじと茶碗と。これでセットなんですね。今できました。ありがとうございます。即席です。食いしん坊にはありがたいセットですね。だと思います。はい、じゃあ炊飯器からいただきます。うわ、炊きたてですよ。かき混ぜるところからやらせていただけるんですね。しかし猫舌の私は、熱いんでしょ。熱いです。ですよね、焼きたてなんで。ここは何でも熱々がいただけるんですか。熱々か冷え冷えかなっていう感じですかね。美味しかったお食事のお礼に歌を1曲プレゼント。その曲名は、では聞いてください、兄弟神器。亀亭さんをレポートさせていただきました。初めてのお店レポートで、こんな独特なお店を訪ねさせていただけて、私はとてもハッピーです。お米もサンゴをいただきましたし、熱々のお料理もたくさんお腹いっぱいいただきました。私はマカロニサラダが一番好きでしたね。お姉さんに会いにまた来たいと思います。本日は見てくださってありがとうございました。バイバイ。日の当たる場所で今度はあなたのお店をもっと元気にします。